はい、こちらの僕監督と申します。ウーニングレブン2020マイクラブ実況プレイを始めていきたいと思います。はい、木曜日の、ね、週刊 FP ガチャで、まあ、一応ね爆死という結果になったんですけれども、その前のクラブセレクションでは結構まあいい結果が出てたんですよね。まあ、今現在ねちょっとねガチャ運ってどんな感じなのかなと思って、ちょっとね10連これやってみて、レジェンド出なければちょっとなんか落ち始めてるなみたいな感じで、ちょっとねクラブセレクションねまた月曜日にあるんでね、まあ、それにね向けてちょっと、なんて言うんだろうな、試金石と言いますかね、ちょっと試しておきたいかなと思います。はい、まあ、それでね、やはりちょっとね、ガチャの仕方をね、変えてみるとかね、してみてもいいかもしれないですからね。ということで、早速ね、行きましょう。なんだろう、これ、レジェンドガチャかな。10回ね、まあ、引いてみて、まあ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 、ついてるのであれば、レジェンド出てくるやろ、みたいなね、とこありますからね。うん。リーグスペイン。一応ね、セルヒオ・ラモスとか欲しいんですよね。誰やろ、パレホかな。この背番号とか、このインフォーで、パレホ以外だったら誰か知ってるかな。カルロス・ソレール。怖いな、これ。あ、来ない。はい。リーグ・スペイン。まあ、リーグ・スペインはね、必須でお願いします。当然ね。おー、来た。これ、予備地か ?17 番。あ、違うわ。あ、やった !8 番や、背番号な。やった。はい。トニークロス来ましたよ。いや、まあ、これも欲しかった選手の一人ですね。もう今週は C か。CA で一応ゴールは決めてましたけどね。うん。いや、またこれ、ちょっと普通のにですね、今回も。まあまあ最低限ね、リードスペインは取ってもらいたい。どこやねん、やめてくれ。シルバー。4回目 ?5 回目やばい、わからんようになってきた。またリードスペインだわ。レジェンド、まあなかなか出えへんわ。いやー、気のいい、良くなる、センターバック。セルヒオ・ラモスか、欲しい。はい。なんで FP のラモス僕には来ないですかね。いや、誰だこれ、やめてくれよ。またキーパーや。違うな、キーパーじゃないわ。黄色やとなんかすぐキーパーと連想してしまうんだけど、ビジュアルやな。それかね、まあ、一人でええねんけどな、黒。黒ちゃんじゃなく、あのレジェンドな。レジェンド引きたいね。黒は引けてるかもしれん、これは。引きました。はい。背番号9番が見ました。もうこれはね、カリムのベンゼマさんしかいないでしょう。カリムラム、噛みまくりや。やばい。ベンゼマさん。ただ、FB 持ってる。そういうわけじゃないよ。アザール変わっとったもんな。はい。次7回目かな。いやー、黒来い。あー、誰だこれ。金か。セビージャの金といえば、カンポス。いや、8回目。さあ、まあ、ワンチャンセルヒオ・ラモスあるんちゃう?ていうか、これリーグスペインしか出えへんのかも。あー、オース。はい、9回目。いやー、黒来た。来た!セルヒオ・ラモスや、これは。もう間違いない。この伸ばし方。この制服の伸ばし方な、このピント。ピント、制服でもいいもんな。よし。我らがカプテン、セルヒオ・ラモス!最後ですね、はい。うわぁ、結局レジェンド出んかった。しゃあないね。まあ、ラモス使える分だけいいか。おい、黒来た。連続黒。はい、背番号7が見えた。いや、このガチャもまた良かったな。もはや、ノーマル選手たちのもうバーゲンセールみたいになってるかな。オーケー、写真変わってますね。エデン・アザール。今から、もうそろそろね、もう爆発してくれる頃ですよ、エデン・アザールはね。はい、ということで、結局、黒は何人引いたんやろ ?3 人ぐらい ?4 人ぐらい引いたんちゃう ?4 人引いたな。10回で4人って、これも確率の壁越えてますね。うん、かなり素晴らしい会社だと思います。ただ、レジェンドは欲しかったなという、思ってます。はい、ということで、試合の方行きましょう。はい、現在のね、僕のね、スキルランクはエリート3なんですけれども、なんと今回ですね、勝てば、レート850、そして、なんと勝てば5連勝、これはちょっと余計かなと思うんですけれども、そしてさらに勝てば100勝となんかすごいメモリアルなね、感じの一戦になります。はい、まあ、勝てばエリート2に上がれるということで、頑張ってね、やっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それでは対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。相手の方のレートからまずは見ていきましょう。レートの方がですね759の方ですね、232試合って 41.4% の勝率。はい、うちの方見ていきたいと思います。さっき見た通りですね、現在これがレート846で、レート850に、ね、まあ、到達するかどうかという一戦ですよね。勝率が 49.5%、現在4連勝中ということで5連勝かかっております。いやー、でもね、この5連勝するにあたって、ちょっとね、まあ、なんて言うんだろうな、
相手がね常にね700台だったんですよね、まあ、この5000の相手が。なのでちょっとねこのままバンと上がっちゃうのもちょっとすごい怖いんですけれどもね、ここからなんか負け始めるんじゃないかなみたいなねのあるんですけれども、ちょっとフィルフィルファンダイクが調子悪いな。いや待てよ、ちょっと待てよ、あロナウドいいですね、普通か。とりあえずまあ、プレ幅制限をムバッペにつけます。はい。そして、いつも通りね、これハードマーク。これちょっとね、ハードマークはまあどうでもいいんですけれども、プレ幅制限、これがないと結構ね、点取るのにね、なんかすごい苦労します。最近、プレ幅制限なしで、ね、挑んだところ、なんかちょっとね、うまいこといかなかったんですよね。まあそんなことがあったんで、はい。相手はフェルナンド・サントスですね。もう最近なんかめっきりこの締め尾根の4123、4123で、4312減りましたね、すごい。はい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 、はい、これでもね負けられない一戦ではあるんやけど、ちょっと5連勝はまあ余計やったな負けやったけど、まあでも勝ちたいですね普通に。はい、ということでやっていきましょう。もうこれでいいかな、うん、特に問題ないですね。あキッカーだけ変えとこうかな。キャプテン任命、キッカーロングフリーキッカー、これ嫌だな。デブライネにしておきましょう。ショートフリーキッカーもこれで合ってる。なんかどんだけ蹴りたいね、あのセルゲイ・ミリンコビッチ。ミリンコビッチ、おコーナーも蹴らさないぞ俺は。ダメだぞ。はい、こっちはディマリアにしようか。はい、ということでやっていきます。 GO! はい、それではね試合の方やっていきたいと思います。おいこれちょっと明るいな、ちょっとやばいぞ。 XVS ボッカンとゲームチャンネル舞台ヨハンクライフアレナ、アウェイですね。さあ昼か、まあ、しゃあないな今日は。まあね、振動がちょっとするか。デブライネが確かに、ね、絶好調なんでデブライネ使ってるんですね今日は。 OK 取った。さあ今日も元気なグエンドジー、いいですね、グエンドジー、よっしゃ、OK。デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表、もっとやばいやばい、パスを回しながらのタウリガヒコ、あ早いなあいつ、ロナウドめちゃめちゃ早い。まあね、おそらく絶好調予想される2人やからな、ツートップ相手。アヤックス対レスター、この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよね。うん、そうね。自分たちで取られた。一体取られたな。オッケー。デブライネ。オッケーいいよ。おいおい。ちょっとそっちじゃないよ。危険危険。サイドスラノコ。タグリアフィッコ。デブライネ。これもらった。もらった。おーしゃおしゃおしゃ先生。いいよ。今こんな感じでね、はい、もう毎試合のようにね、結構優勢かなって感じの、毎試合なんですよね。800台の人と当たらんのよな最近。そこは本当に一抹の不安というかね、不安。うん、まあ、これからね、このレートがちょっとジャンプアップしてやっていけるのかみたいなところがあるんですよね。ちょっとおこがましいかもしれないですけどね、そんな心配して。ちょっとグエンドジメッシに裏を取られる。ちょっとはい、上がってこい、押しないです。え、マジでちょっと、おい、危ねえ。はい、まあ、すでにまだまあ勝ったわけじゃないですかね。勝つと決まったわけでもないし、そこはちょっと本当に、よいしょ、やはり先制すると余裕が生まれますからね。立ち上がりが大事な場面です。あ、まずいなこれは。普通にまずい感じです。おい、おっ、ケツ。あー、やば、うまい。よいしょ、しゃぶ。今の周拳うまいな、周拳というか、キックフェイント。抜けるか。OK、取った。さあ、ディマリア、クリアする。メッシーメッシー、え、危ねえ、いけるかな、これマッペ、オフサイドか、さすがにな、ちょっとなんか距離感遠いな、ここマッペだけえらい離れとったな。サポートいるよ、サポート、後ろからの突き上げというか、なんかそういうのが欲しいな今のは。はい、よし、大丈夫よ。ちょっと若干緊張してるか。いや、そうでもない。まあ、5連勝は別に1000でもええからな。いった、マジか、言わんに当たっとるやった今。ちょっと待て、やばいな。おいファンダイク大丈夫じゃないなこれ、早いわ相手。走りまくっています。ぶち抜かれる、マジか、止められへんマジで。いやー、まさかのねファンダイクがあそこでやられてしまうとはね。あ、取られちゃった。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、はい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 、ちょっと待て、これはお手本のような、かなり劣勢を演じてる。危ない、グエンドジ
うわちょっとそれは良くないけど、ナイスディマリア、タイミングも良かったですよね。オッケー、いいよ、しっかり勝ちたいな、この試合を勝ち点3が欲しい。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね。それをダメか、いやいやいや、まあまあしゃあないしゃあない、パスが悪かったかな今のは。どうなんだろう、どうなんじゃろうか、どうなんじゃろうか。サーブ取って裏を狙う、はい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 、よし、いいよいいよ、さあちょっとこじこう、こいこうか、オッケー、いいよ、さあさあさあ、ちょっとうわボールがなんか止まっとった、もうちょっとボール動かしながらやってると思っとったよね。ほい、あーバル最悪な位置、いやいやいや、まあまあこういうね、本当に楽勝じゃない方が面白いです。はい、まあ、それはね、4例とかやったら、まあそれはそれでボールを、あーやってないね、危ないね、本当に。ただね、この直近2戦はかなりちょっと回線が微妙な方とやってたんで、なんかまあ、今日はすごい、あれですね、快適にできてますね。今日はというか、この試合はね。いけるか、ああ、いや、自分で狙った方が良かったかな、絶好調やしね、奪ってね。ちょっとこの辺甘いですね、メッシへのあれが甘い。取れるぞ、押したいです。ちょっと喧嘩してる場合じゃない。スクリニアル、おお、やべ、なんだそれ。デブライン、素早いパスで攻め上がっていきます。うお、最悪さい。オッケー、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 いいよ。ここはちょっと一旦こうしてこうや。はい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 。ナイスナイス。ゴール前で落ち着いた。いやもう20歳と思えないですよ、このムバッペのね、落ち着き。ナイスムバッペ。さあ、一対に。おっと、なんか。今のゴールシーン中盤、さあ、はっきり言ってね、この5戦ともね、実はね、打ち合いを制してきたんですよね。守備、ほんまに崩壊しきってました、もうこの5戦、ずっと、ずっと守備は崩壊してるけれども、打ち勝ってきたんですよ、だから、まあ今日もね、たくさん失点すると思うけど、よろしく頼むよみたいな、コンパクトに守備ができてるってことですよね。OK、OK、大丈夫、OK、OK、OK、ちょっと、おい、そこで2人してなんで、お前ら、お前ら、2人ちょっといい、ね、仲良し、小良しやめて、危ない、あそこ絶対な、スルーさせてあかんで、スルーさせてあかんというか、体に当ててくれないから、絶対な、はい、前半終了、1対2ということでね、このままの展開で後半いきましょう、はい、それでは後半戦やっていきたいと思います、さあ、さあ、ムバッペ、あ、ちょっと、それはこうなることが分かっていたような感じですね、今のはね、はい、失敗、やばいぞ。そこちょっと、ちょっと見てるな、ちょっと見てるな、見えてますね。え、何これ。後半見ていきましょう。オッケーオッケーオッケー、マイボ？マイボじゃないよ。まあ、ミリコビッチサビッチ結構でかいから。まあ、このスタジアムのね、ヒールってそんなにまあ影響ないですね、今のところ。あっ！おぉ、怖い。おい、一応信頼のけるね、クルトは伝わってますからね。一応、なんていうんだろうな、まあ、手足、まあ、この前も言ったけど、手足長いから。結構、フリーキックとかを止めてくれんのよ。普段入れられちゃうようなフリーキックを。微妙に手足ないおかげで助かったみたいなのが、ちょっと感じられたんで、今日も使ってます。メッシに渡る。オッケー、ナイス、よし、あー、マジか、それ入らなかったんでかいな。あー、微妙、よしよしよし、まあ、枠に入ってキーパーが触ってくれたと、さあこのコーナーキック沈めたい、何よりもやっぱりちょっとね、重さに関してストレスなくやれてるっていうのが不安に解けたかもしれないですね。ボールが迫る、中はマイスイル、外へ持っていきます、オッケー、いいよ、決まりだ、大丈夫、あ、やばやば、そのカウンター受けたのはやばいな、取れるぞ、取れへんやん、やばい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 、おいちょっとこれシュクリニャン、シュクリニャン、ちょっと相手のワンタッチが失敗してる、失敗してるのに、マジか、いや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 、まあこの展開面白いよ、2対2、またまた試合が吹き出しに戻ります、
はい、ああまずい、ここで得意のカウンターがまさに炸裂、まず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 、うわっ助かってない、いやでもこれ選手帰るしかないな、とりあえずな、何分3対2、58分な、セルゲイ・ミリコビッチ・サビッチ帰るぞ、現地にする、あれうちなんか選手少なくね、あこうか、相手を揺さぶってできたコースにしっかりとね、まあロナウドも捨てがたいねんけどね、ネイマールで行くわとりあえず、うん、ネイマールで行く、そしてどうしようかな、もうあそここっち左ね、こうダグリラフィカボロボロにやられてますから、KDに変えましょう、僕はね見逃してませんよ、ダメですよそういうサボりしてたら、はい行きましょう、ここでね2点を取りに行きます、最低でもでも1点は欲しいな、同時に2人の選手が入れ替わ、あー取れない、しっかりなんかブレーキかかったな、なんかブレーキかかった、見えない力が阻まれましたね、この勢い、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうプラスに働くチームですね、はいはいはい、大丈夫、オッケー、中央、あ、やばい、おいしです、さあここはちょっとドカンと蹴ろうか、ロナウド使った方が嫌な気もするけどな、マッペの絶好調で帰られへんわって思ってんね、レスター奪い返します、あ、やば、何や今の、レスターとしてはしくったしくった、しくりんの、ちょっと相手、おい、キリン絞れ絞れ絞れ、流し絞れ、オッケー、オフサイドです、いやー逆転されちゃったな、レスター残る一つの交代枠をどのように使ってくるのでしょうか、言い方が逆転されちゃったなーって、ボールを受けて、出しちゃうよな、それなんかなんかね、はい、失敗です、先ほどから前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね、まずくねそれ、そうですね、何があった、あぶね、うわマジか、これはちょっとやばい、4点目、これで差は2ゴールになりました、参りましたなこれ、あやば、入るわもう一人、やはりちょっとロナウドの理不尽な力を必要や、こうなったら、こうなったら必要や、さすがにでもね、この状況はかなり危ないです、70分にこの点差ってね、やっぱりね、メッシ、今日2点目のゴールです、あー、ダメか、僕もね、ただのアホじゃないんでね、さすがに分かりますよ、この時間帯のこの点差っていうのは、この時間のこの点差のまずさはね、あちょっと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 、はいはいはい、ちょっと前に急ぎすぎてるよ、みんなね、しっかりしましょう、どうする、ここでメッシを変えてしまっていいのか、まあ、いつも言うんだけど、この2トップはちょっといまいち僕の中では機能しない2トップなんでね、どうしようかな、とりあえずプレー幅制限をロナウドにつけ直します、はい、これでいきましょう。いや、よくないな。間違えた。逆や。こっちや。ロナウド。はい。まあ、これでね、本当にもう逆転を狙います。逆転というか。まあ、2点取るのがほんまに苦しいな。とりあえず1点。1点ずつしか取ったら取られんから。メンバー交代があるようです。プレスからボールがこぼれる。ディマリア。はい。うん、ダメか。お、来た。ナイス。オッケーオッケーオッケー。1点返した。これはでかい。よし、落ち着いていこう。みんな落ち着くこと、一番僕が落ち着くよって話だけど、頑張ろう、さあこのゴールであと1点、さあ同時のロングフィード、それちょっと不利になっておかしくない、おかしいですよね、危ない、危ない、厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、バグってるわ、フィジカルの強さが、一時はちょっと本当にね楽勝かと思われたんやけどな、楽勝ではなかったよ、やはり監督の采配、他には魔物が住んでいる、魔物が住んでいた、奥後のゴールです、クリスティアーノ・ロナウド、いや監督見事な采配でしたよね、選手としても交代直後に決めることができたので、よしよし、マイボー、いい形、ありがとう、入っていけるでしょうね、やっぱ上の方見にくいかもしれない、さあレスター若干、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう、まだ急げばチャンスありますね、うわマジか、うわちょっと、ナイス、ここで引き離せばもう勝負決まる、うわ最悪や、ちょっとそっち、あーな、危ない危ない、ちょっと危ない、ナイスケーディン、あべ、おい、おい、おい、どうしたネイマール、ちょっと背中に当ててる場合か、おい、ぶっ、よいしょ、ダメ、やべ、出たか、よしよしよし、前に急ぐ、急がざるを得ない、
ムラペからクリスティアーノ・ロナウド。行くしかない。行くしかない。このなんか感じ嫌やけど。打てるか。よいしょ。なあ、ムラペ。いや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 、もう近所迷惑。ムラペ。もったいなかったですね。痛いよ。お母ちゃん。お母ちゃん。ナイス。マイボール。オッケー。中。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。ああ、取られた。うわあ。いけるいける大丈夫。俺は体は強い。ダメだ。健康体ムバッペ。ムバッペ。デブロイネこいつ。まずい。まずいまずい。マジでまずい。取れる。デブライン。行こう。さあ一気にカウンター。ボールのこのパス。ああ出てると思って。許してくれ。許してくれ。あと1分しかない。何分や。あ、20秒。20秒か。これボールが中央待ってる間に終わるパターンですか。やめて。よし。いやーもう守備がね本当に崩壊したわこの試合も。いやすっごいもったいない。はい、ということでね、4対3と敗戦を喫してしまいました。いやーこれにしようかかった一戦で、これは痛い。いやまあまあしゃあない。でもね、そ僕正直本当にね5連勝は必要ないと思うんですよ。あの一勝一勝マジであの積み重ねていくことが大事だと思ってます。5回でまとめて勝ってしまうとその分ねレートがやはりボンと上行ってしまうから、次から当たる人がねやはり急に強くなったりして勝てんようになって、それでバランスを崩していくというのがやっぱり一番ね良くないんじゃないかなと。やはりなんか、まあ、僕は多分ねそんな今そこまで行くような900行くようなレートの人間じゃないような気がするんですよね。まだどうだろうな、まあ、800の人を、まあ、軒並み倒せるようになって、そして900の人と、いい勝負をできるようになって初めて、まあ、いい勝負というか、まあ、あの半々ぐらい、まあ、勝ったり負けたり本当に勝ち負けを、まあ、半々ぐらいにできるぐらいになって初めて900で、上がっていけるんじゃないかなと思うんですよね。もうそういった意味でまだ900とはねほぼ当たってないです、はい、ほぼ当たってない。本当に未知数の相手なんで、まあ、なんか900レート900っておんのかみたいなとこあるけどな、なんかこんだけ当たらなかったら。800はねさすがに結構当たったことあるんですけれども、900はマジでなんか当たらないですね今作。まだ多分 1,2 回は当たったことあるかもしれないんですけれども、それもねなんかこのレート800に上がってから当たったっていうのは確か1回もなかったんじゃないかなと思います。まあ、ただこの試合は本当にちょっとね、勝ってもうちょっと上には行きたかったかなとは思いましたけど、何度だろう、まあ、10ぐらい下がるのかな、このまま負けたら、負けたらというか、このまま、レート変動まで行ってみてしまったら、まあ、行くしかないねんけどな。まあまあでもね、ここまでとりあえずね、来たということで、まあ、あの例年よりもね、まあ、これは早いペースだと思います。大体、800上がったのが前作で言うと1月やったんでね、なんか1月にようやく上がってたのを、まあ、動画でちょっとね、自分の動画さかのぼって確認したんですけど、なんか、僕全然去年、レート800行ってないな、800になんか近い一戦みたいなのもあったんやけど、なんかことごとく負けてきてたみたいな。まあ、結局ね、まあ、そこで地道に積み重ねて、やっぱ800に行こう、行く、まあ、多分ね、結構5連勝が絡んでると思うんですよ、前作は。まあ、そういった意味で、まあ、今回ね、本当に、まあ、今作は一歩一歩力をつけてね、やっていきたいなというふうには思ってます。いやー、ただやはり、ちょっと今作、一つの目標としている900は、必ず行きたいんでね。得点ね、やっぱりね、パターンとしては、まあみんなもそうだと思うんですけれども、点を取ることに関してはね、そんなに多分ね、苦労しないんだと思います。だからみんな多分ね、点は取れるんだと思います。まあ、やっぱり問題は守備ですよね。この2点台の失点はやはり痛い。大きいと思います。はい。ということで、レート変動、10も下がった。痛いな、これ。3勝必要ですね。はい、頑張ってね、次回もやっていきたいと思います。ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。